ドレメル糸の小判19世紀の足踏み駆動式、糸の小判19世紀の手回し式、糸の小判糸の小判とは、手の子である糸の子を機械化したものである。材料を置くテーブルを傾けて、傾斜切りもできる。表記としては、糸の小判や糸の小判もある。ジスブレイ114木材加工機械用語では、名称、糸の小判、漢用語は、ミシンの子となっている。 ミシンの子と呼ばれるのは、初期の糸の小判が足踏み式であったことによる。木工が主要な用途なので、基本的には木工機械に分類されているが、実際には他の素材用のブレードも販売されており、それに変えることにより、木材だけでなく薄い鉄板やプラスチックも切断できる。複雑な曲線を切ったり、切り抜き文字や透かし模様の精密なクラフトをする場合に、 糸の小判は最適である。糸の子に比べ、糸の子の弓からの小判までの距離を、懐というが、卓上電動工具である糸の小判は、太い腕状のアームで支えているので、懐が手動工具の糸の子に比べ大きく取れる。一般的に 40cm であるが、30cm から 60cm の製品がある。ストローク数は300回、分から1700回。 糞であり、切りくずを飛ばす送風ブロワーの個人の速度、調節機能がついている製品が多い。糸の小判の起源は、諸説あるが、人力の手動糸の子の時代から、動力駆動へ、そして現在の電動糸の小判へと進化してきた。糸の子フレット層、DIY 工具選びと使い方58ページ59ページ、ザーリーヒストリーオブザ、スクロール層、ハットザニュー。 スクロールソーハンドブック著者、パトリックス・ピールマン37ページ、ザ・リー・ヒストリー・オブ・ザ・スクロールソー著者、キャサリン・ライアン・ビクトリアン、エライノベーション、ザ・アラメーダさんニュースペーパーザ・インディスペンセブル、スクロールソーハットザ・リー・ヒストリー・オブ・ザ・スクロールソーハット・ビクトリアン、エライノベーション、ザ・アラメーダさんニュースペーパーザ・インディスペンセブル、スクロールソーハット・ビクトリアン、 エライノベーション、ザ・アラメーダさんニュースペーパーザインディスペンセブル、スクロールソ層ビクトリアン。エライノベーション、ザ・アラメーダさんニュースペーパーザインディスペンセブル、スクロール層ポップスック1924。19ディセンバー148ページデルタアメリカンボーイ、記事デルタの歴史ポップスック1928。19ジャニュアリー106ページ、デルタアメリカンジャイアント記事ハットザニュー、スクロール層ハンドブック著者。 パトリックスピールマン48ページザニュースクロールソーハンドブック著者パトリックスピールマン49ページザニュースクロールソーハンドブック著者パトリックスピールマン51ページザニュースクロールソーハンドブック著者パトリックスピールマン51ページザニュースクロールソーハンドブック著者パトリックスピールマン52ページ DIY 道具典八86ページ <limitations> ありがとうございます。